なさんこんこにちはあそっかです、えー、先日ね、別に私ね、あの、あの、嫌味で言ったわけじゃないですからね、みんなの銀行の動画をせっかく作ったんで、私のプラットフォームから全然宣伝するのはやぶさかでないです。で、私ね、まだ30万いってないんですよ。まあ今月には行くんじゃないかなと思ってますけども、さすがに私もね、みんなの銀行の動画作るのを今月はなしで行こうと思ってるんですよ。でもおかげさまでね、今月に入っても1日平均1000円で入ってきてるんですよ。だから過去の100個ぐらいの、 みんなの銀行の勧誘動画がこういったレバレッジをもたらしてくれるんだろうなと思ってますで、重ねていますけどもなみさん、その他の方がねみんなの銀行のこの紹介動画作ったんで久保さんのプラットフォームで紹介してくださいって言ったら私全然やるようなお人よしですからね <laughs> だから全然そこは気にしないでくださいもうね、そういうのがたくさんあってねもうそろそろ断ろうかなって思わせてくれるぐらい多くの方が意欲的にみんなの銀行の紹介動画を作ってくれた方がいいぐらいですよね えー、私はど,っちにどちらにせよねあの30万上限は行ってしまうと思いますしナミ、えー、さんがね、えー、またみんなの銀行の紹介動画作る人が減ったんじゃないかなと感じていただければ私もね、あのー、そういうのに協力するのに参加したいと思いますんで、うん、やっぱりね30万ですからね30万 私は30万もうそろそろ行きそうですけども、まだこれから30万目指したいって人に、どんどん道を開いていきたいなと思ってるってことでございます。まあですんで本当に気にされないでください。えー、この動画を見たら、ね、他の方がね、じゃあ俺のもっていうのも絶対 OK ですからね。あのー、なんて言いますかね。私はまあ、そ、そんな感じなんですよ。もう、どうぞみたいな感じなんですよ。えー、ぜひね、みんなの銀行、皆さんで動画作ったら、えー、私の方からもね、えー、これ何々さんのみんなの銀行動画ですよって紹介しますんで、ご依頼いただければと思います。 で、ビジネスツールの紹介ということでね、あのー、メルマガスタンドのご紹介動画がアップしている。はい。YouTube 側から NG を食らった。なるほどね。ちょっと不思議なことがあるもんですね。また動画できたらナミさん送ってくださいよ。遠慮なく。本当に私はね、基本的に全部受け入れていく方ですからね。<laughs> はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。